近いうちに京へ迎えたいという手紙を持ってきたのである。頼もしいふうに恋人の一人として認められている自分であるが、故郷を立って京へ出た後にまで源氏の愛は変わらずに続くものであろうかと考えられることによって、女は苦しんでいた。入道も手元から娘を離してやることは不安に思われるのであるが、そうかといってこのまま田舎に置くことも悲惨な気がして、源氏との関係が生じなかった時代よりもかえって苦労は多くなったようであった。女からは源氏をめぐるまぶしい人たちの中へ出ていく自信がなくて、京に行くことはできないという返事をした。